このフィールドは一体何なんだ。階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのはその手に浮かんでいる文様。フィリオにはないんだな。ええ。というか、ここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ。でも、少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか？いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのは、スカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも、私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンスは。規定の時間、適性テスト。おいフィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？なんでも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。